よろしく。じゃあ今日も頑張っていきましょう。シャッ。あ。じゃあ。江戸の末期の天保元年、西暦ですと1830年。最初は京橋で土壌をやってまして、で明治になってそちらに移ってきました。それで、まあ、あの土壌に限らず様々なこう魚料理を中心にこう提供させていただく中で、まあ、先代がパン粉を使った鍋っていうのをご提供しまして、でそれがこの神田子の口にあって受けたものですから、まあ、皆様あんこう鍋の注文っていうのが、まあ、集中しまして、それで以後あんこう料理専門店に業態を少し変えまして現在にいただきます。昭和の初期の時はまだあんこうが主体ではありましたが、他のものもご提供してましたね、はい、戦後にもうあんこう一本に絞りました。1つ目はこちらの肝ですね、はい、あん肝、この皮ももう一つ入ります。これは卵巣、はい、はい、胃袋も一つですね。最初に落としたヒレもそうです、はい、この頬肉、顎の力強いんでここの頬肉も大きく発達してます。最後はこの大身と呼ばれる身なんですけども、それで7つに数えられてますが、それ以外の部位に関しても、まあ、全て食べられます。
あんこって言って皆さんこうあん肝のイメージが強いので、まあ肝を求められる方が多いんですけども、しっかりと調理したあんこの身に関しては、まあ、白身は白身の美味しさ、胃袋は胃袋の美味しさ、卵巣は卵巣の美味しさ、それぞれ部位ごとに味わいや食感の違いますので、そういったこのあまり注目されてないこうあんこの身に関しても、あんこ丸ごとこう美味しいと、まあ、魅力的に感じてもらえるようにしていきたいなと。大体8キロから12キロぐらいで、まあ、わがまま行って回してもらってますね。あんこに罪はないですけども、大きいとあまりこう弾力が失われたりしますね。これもちょっと大きめなあんこでしたね。ぐらいな気も出てきたりしますけれども、こうばらつきが多いので、まあ、安定的にいいのは、まあ、8キロから12キロぐらい。北海道のキロ2万ぐらいしますね。まあ、多少の個体差はあるので、まあ、これは本当にまあ良かったですね。が臭みの原因になるんで、この白いタンパクの情報質とかはしっかりと取って、ということで臭みが抜けて、であんこ本来の旨味を引き出すことができて、うちみたいなこう醤油仕立ての割り下でもすっきりと美味しく召し上がっていただけるあんこになります。
65年ぐらい前の写真になりますけども、私の父がまだ幼少の頃ですね。おそらく昭和33年ぐらいの写真だと思いますね。祖父にあたる5代目で、ひいおじいちゃんの4代目ですね。多分まあ半袖ですし、おそらく9月の暗光開きの時の写真だと思いますけれども、まあ先代にも見守ってもらって営業していきたいので、ここに飾らせてもらってます。週刊週刊様は、じゃあ先にお入りになられますか。中におりますのでね、ぜひご案内で、この札をいただけますか。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。すみません、こちら3人前の。こついで13年目です。いや、私なんかそんなに覚悟のないまま嫁いじゃったところがあって、それで三女を産んだ5年前、少しこう人手不足の年があって入ったんですけど、当然もう私は最初から若さになってやらなきゃいけないことがあるので、見習いのつもりではいられず、いろいろこう見て学ばせてもらってます。40歳ぐらいから出てますので、もう30年ぐらい5代目から。お客様どうぞ。お待たせいたしております。特価のあんこう鍋をお召し上がりいただいたことございますか。毎年かしこまりました。恐れ入ります、ありがとうございます。名前変わりましたね。今54番様お揃いです。大きさによってまあ良いんですけ
ーゴルト。はい。お待たせ、今フォンドお付けしますので少々お待ちください。おごりでございます。失礼いたします。お客様は結構シビアですから、やっぱりこう初めて来てくださる方もこのあんこ鍋美味しいねって言ってもらえるように、これから冬場は初めて来てくださる方が、まあとか紹介とかで来てくださる方が多いですけれども、お客様にもこうあんこの魅力をお伝えできるように、あんこって美味しいんだねって言ってもらえるように、お疲れ様。本来そのご存知のようにあんこってドロップ魚で深海魚ですから、時間をかけて臭み抜きという作業をしますので、このカツオ昆布にあのお醤油味で召し上がっていただけるんですね。ここまで手間かけて初めて、まあ、醤油だけで召し上がっていただけるんです。そう、ワンポイントです。あ、それで、じゃあ、それで、いや、今日は、あんじゃ、赤玉断りじゃないけど、50年、昭和50年、1975年今来てた。このシーズン基本的には違います。小麦とか、アンチョビとかって、ね、どこでも食べられると思うんですけど、その質が違います。この季節、この場所でしか、この場所でしか、あのほら、醤油味ってここしかない。うん、まあ、うちはこうあんこを情熱かけてやってますけど、文化性がまだ備わってはないと思うので、美味しさは当然のことながら、こうそういった文化性も高めて、和食の中のこう一役を担えるような食材やお店で生まれればなと思います。60番様です。はい、りんこの吉田君、自分の完成品にしちゃいました。お金も入れて、いやいや、そう、要するに、あの、明治大学魅力、やっぱおかみですね。2番目はね、食べ終わった後のおじや、あれが私大好きなの。で、3番目が鍋。東京で唯一無二だからね。先週も来てね、コロナ前に一度来て、でコロナが流行っちゃって来れなくて、それで5年ぶりぐらいにお邪魔してます。ねえ、来たくてしょうがなかった。ねえ、お約束通りに、そう、ね、皆様でいらしてくださって。メインディッシュっておっしゃるお客様も多いくらい、そうですか、はい、このおじやがですね、人気でございます。ありがとうございます。はい、おいしいおじやを作りできます。1年間ごとおじやくれたい。強めのモザイク、足に出すり強めのモザイク、おいしいタレをですね、ご飯がしっかり吸いますように、わざとご飯はあの冷やしてというか、これで温かいご飯を入れますと染み込みが悪いですね。そうですか。じっくりと、はい、ご飯が吸ってくれるのを待ちます。ですので、このままちょっと触らないでお待ちいただいてました。気悪いもんな。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、よくぐらい。そんぐらいやろ、別に。直前から。それもあるわ。あれごときで、そんなキャッキャ取ったら、もうお願いしますよって思う。
が美味しそう。美味しそうだね。これが美味しそうね。タイあるけどペロッと食べちゃうんだろうな。ね。お水作りしちゃったかもしれません。あ、そうですか。いやいや、嬉しい嬉しい。はい、ではお客様こちらですね。卵、固まったところとブロッとしたところですね。そのコーヒーバランスよく。うわー、うまそう。これが美味しいですよ。はい、じゃあこちらちょっと召し上がってみてください。新作またうまそうね。全部ね、新作ですから。美味しい。美味しい。うわ、どうですか？おいしい。これはおいしい。今までのなんかみたいな感じですよ。やっぱ主役これじゃないよ。ありがとうございます。嬉しいね。私もその言葉を聞く楽しみで作りがいがあります。ごゆっくりお楽しみくださいませ。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。今日行ってきてもらいます。ありがとうございます。